こんばんは、ブランドバイ社長です、僕は今、北海道札幌、はい、神田とゼップ札幌の前におります。はい、苦節20年、やっと僕もゼップでワンマンライブが明日明後日で、はい、ジャンルはボサノバで、はい、行ってみたところなんですけども、本日はシューゲーザー様ですね、ポップアップの準備を先ほどまでしておりました。で、明日、明後日27、28、ゴールデンウィーク初っ端、お昼12時から、開催させていただくんですけども、まずは場所からご案内させていただいた上で、はい、その後、ポップアップ会場の方をわーっとお見せして、皆さんのその購買意欲をかき立てていきたいなと思う次第でございますので、今日は、かの有名な ZEP 札幌でございます。で、こっから回りていきましょう。はい。どうですか、北海道は。いや、まだ着いたところでね。何も食ってませんね。はい。何が食べたいですか？いや、もうちょっと僕はジンギスカンが楽しみで。ジンギスカンの口になってる。はい。割り勘ですよ。へへへ。ゼロですから、ね。まあまあまあ。こうぐるっとね。はい。韓国の方がたくさんいますね。そうですね。多いですね。こっち。今日もね、お昼、夕方ライブされてて、はい、今もライブ開催中みたいですけど、並んでありましたね。結構並んでましたね。さあ、皆さんも並んでいただけるでしょうか。楽しみではあります。はい、楽しみです。はい。そうですね。今回ちょっと僕たちのスペースを開けるためにワンラグだけとなっております。で、ここからがもう私たちが大阪から持ってきた、ないし東京から持ってきた、はい、ヴィンテージになっておりまして、なんかありますか、ワンラグ。ここは下段がチャンピオンのリバースリーブが揃ってて、はい、結構レアですよ。あれだ、ポップアップだったらと言って、あげたりしませんので、はい、もう北千住、来してくれたのが、まるっと、北海道来た感じになっております。多いんでね、紹介しきれないのね。北海道の方以外来れないと思うんでね。まあ、なかなかちょっと北海道をね。はい、まあ、どちらかというと、ボリューム感と、はい、この、シューゲーザー様のお店の雰囲気を今回お伝えしようかなと思っております。では、こういったふうに。結構今寒いですよ、北海道に来ないからひんやりしてますね。はい、で、まあ、デニム、ジャケット、まあシャツ、まあ、ベストだとか。そうですね、で、こちらの方には、まあ、タンズリですね。結構なボリュームあると思います。はい、うん、で、キャップ、ヴィンテージの、シューズ、スニーカー等々も何足かはしてますので、よかったら。はい。で、私といえばやはり T シャツでございますね。はい。じゃあ今から T シャツの姿になって、はい、紹介させていただきましょうか。
はい、お願いしました。はい、でこちらは、まあ、ムービーだったりハーレーだったりアニメなどなど、あ、企業とかですね、はい、結構なボリュームです。でもうこれいいですね、このフェースのこれが。本当はね、グラデーション並べたかったんですけど、そんな時間あるわけでもなく、そうですね、なかなかお腹がグーグー言っておりますので勘弁してください。バンティ、これだけでも多いでしょ。はい、まだありますよ。こっちもバンティです。うん、モリモリですね。重機もおしゃれでかっこいいね。はい、ハンガーもええハンガーやもん、これハンガーも重機もかっこいいな。なんかよりなんかよく見えますね。恥ずかしくなっちゃう。いえ。で、ちょっといいシャツだもんね。上に吊らしていただいてます、ね。まあカラーと幼少ネバーマインド、スリバーバックステージパスパーチェントボックス、ニューバネルセブン、レイジブートに、リチャードアローンとかも。うん、で、ご入。ソニックイースとか。はい、で、あとは明日、グレートランド大阪の方でも店頭先行で、数年ぶりのリストックという形でですね、キャピタリズム T のブラックの LXL、 ホワイトの LXL、 もうこれだけしかないので、はいはい、まあ、お土産 T 感覚で、まあ、お買い求めいただければなと思っております。明日は僕も実は結構やっぱ割れてきますね。雰囲気がね、うん、あのインクとか同じですので、はい、ここまでガシガシ来ていただければいいかなと思っております。で、シューゲーザー様は、住所等々はもう出てると思いますけども、明日、明後日、お昼12時から夜8時まで。ただ僕がちょっとね、明後日はね、また大阪の仕事があるので、ちょっと早めに退散ということで、まあ、あんまり僕とでもどうってもないと思うんですけど、せっかくであればね、北海道からも通販でよくお買い上げいただいておりますので、お会いできることを楽しみにしてますので、誠に申し訳ないんですけど、明日来てください、できれば。そうですね、もうちょっと、はい、2日目になっちゃうと、ほぼ僕しかいないんで。はい、例えばこちらのスタッフさんはいらっしゃいますか。あ、はい、それは、はい、全然僕らより卓越された宣伝された設定でしていただけると思うんですが、こんな大阪節を入れるのは明日だけだと思いますので、明日のご来店も皆様のご来店お待ちしております。こんなもんですか。そうですね、大体お店できたかなと思います。もちろんカードも使えますので、はい、現金カードで、お買い求めいただけます。2日限りのポップアップとなりますので、ぜひとも、なかなかね、北海道でこういったポップアップさせていただくというのはなかなかないですので、はい、ぜひとも皆様とお会いできることを楽しみに、僕と神田君ですね、はい、待ってますので、500人ぐらい並んでくれたら嬉しいですよ。2時間で仕事終わりそうですね、はい、はい、もうお腹空いたんで行きましょう。はい、ということで皆様のご来店心よりお待ち申し上げております。ブランドバイヤーズ社長と神田でした。バイバイ、お待ちしてます。